とか免れてきたはずだけど、父とのセックスで死刑台のステップが始まった。12歳だった。いつか誰かに話したのか。だから秘密だよ。あいつの車椅子嘘だぞ。探ってみてくれないかな。いや実はな、同じ社内の雑誌でな。今宵皆様にお見せする最後の出し物であります。もしもさ、現実はここじゃなくて書いてる内容の方が現実だったらって思って。私の母は私に瓜二つだった。まるで私は母のようだったし、母は私のようだった。